1932年に開催されたロサンゼルスオリンピックの3000メートル障害で銀メダルを獲得した。当初はクロスカントリーの選手として出発し、1930年には国際大会で優勝した。その後1936年まで出場を続け、1932年には2回目の優勝を果たしている。イギリス国内の大会でも、 1933年に優勝した。トラック競技の選手としても活躍し、トリプル演習祭の3000メートル障害層で1931年、1932年、1936年の3回優勝している。エベンソンはロサンゼルスオリンピックと次の1936年ベルリンオリンピックの2回。 連続でイギリス代表としてオリンピックの男子3000メートル障害層に出場した。ロサンゼルスオリンピックの3000メートル障害層は8つの国から15人の選手が出場して8月1日、8月2日の日程で実施された。選手たちは2つの組に分けられて予選を戦い上位の5選手が決勝に進むことになっていた。エベンソンは 予選一組で、生涯の自己最高記録でしかも当時のオリンピック記録を上回る9分18秒8の記録で1位となって決勝に進出した。翌日の決勝では、レースの周回を数える役員が十種競技の棒高飛びの方に気を取られて、残り一周の鐘を鳴らすのを忘れてしまうという事態が起こった。そのため、選手たちは、 本来の距離より450メートル、多い3450メートルを走らされる羽目になった。エベンソンは優勝したフィンランド代表のボル、マリーソイコールホロに13秒近い大差をつけられて2位となり、銀メダルを獲得した。ベルリンオリンピックの3000メートル障害には28人の選手が出場した。選手たちは3つの組に分かれて予選を戦い、 各組上位4名が決勝に進むことになっていた。エベンソンは予選1組で事故の記録に遠く及ばない9分41秒2で5位に止まり決勝進出を逃している。その他の主要な競技会ではイングランドの代表として出場した1930年の第1回ブリティッシュエンパイア・ゲームズの6マイル走で銅メダル3マイル走で5位。 4年後に開催された第2回、ブリティッシュエンパイアゲームズの2マイル障害層で、銀メダルを獲得した実績を持っている。1997年に死去。アスレチックス・アット・ザ・1932ロサンゼルス、サマー・ゲームズ、メンズ 3000m スティープル・チェイスラウンド。 ワンアーカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン、2011年11月23日、閲覧。アスレチックスアットザ1932ロサンゼルス、サマーゲームズ、メンズ 3000m スティプルチェイサーチャイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン、2011年11月23日、閲覧。 アスレチックス・アット・ザ・1932ロサンゼルスサマー・ゲームズメンズ 3000m スティープル・チェイスファイナルアーカイブド2020年4月17日アット・ザ・ウェイバック・マシン2011年11月23日閲覧アスレチックス・アット・ザ・1936ベルリン・サマー・ゲームズメンズ 3000m スティープル・チェイスラウンド ワンアーカイブド2020年4月17日、アットザウェーバックマシン、2011年11月23日、閲覧。アスレチックスアットザ1936ベルリンサマー、ゲームズ、メンズ 3000m スティプルチェイサーチャイブド2020年4月17日、アットザウェーバックマシン、2011年11月23日、閲覧。コモンウェルスゲームズは、 当時この名称で呼ばれていた9.656064メートル4.828032メートル3.218688メートルありがとうございます。